ソッピースパップ飛行中のパップソッピースパップは第一次世界大戦で使用されたイギリスの弾座服用戦闘機。ソッピースアビエーションで製作され、正式な名前はソッピーススカウトだったが、より大型の福崎ソッピース1ストラッターに比較して子犬のようであったことからパイロットによってパップという愛称が付けられた。その名は品がないと考えられたため、 正式な名前とは認められなかったが、これが先例となり、以後のソピースキはすべて、哺乳類、または、鳥類の名、ドルフィン、スナイプと、イギリス海軍航空隊によって使用された。1916年5月、ナズは運用試験のために、A 飛行隊に第一陣のパップを受領した。それらパップは、海軍第八飛行隊に配備されて1916年10月に、 西部戦線に進出、ン部の戦場の上空で年末までに20機の敵機を撃墜し、良好な成績を収めた。陸軍航空隊で最初に、パップに、機種転換した第54飛行隊は12月に、フランスに到着した。パップはすぐに、初期のホッカー、ハルバーシュタット、アルバトロスなどの服用機に対する優位を証明した。マンフレート本リヒトホーフェンは、 パップとの遭遇戦の後に我々はすぐに敵の飛行機が我々のものより優れていることを知った。と述べている。ソッピースパップで空母フューリアスに着艦する EH ダニング飛行隊長100馬力グノームモノスーパープエンジンを装備したパップパップはまた両翼に取り付けられた補助翼によって機敏さも高かった。パップは ドイツ帝国の戦闘機アルバトロス D3 と比較して、エンジンの馬力も武装も半分に過ぎなかったが、軽い翼面二両により、特に1万5千フィート以上の高度では、機動性において勝っていた。激墜王、ジェームズ・マッカデンは次のように語っている、空中戦となると、ソッピースはアルバトロスが1回旋回する間に2回も旋回することができた。どんな飛び方をしても、 ピカ地のマシンだった。素晴らしく軽くて、ちょっと訓練し、しかし、パップは縦方向に不安定な傾向があった。あるパイロットによれば、くしゃみをするだけで機体が回ってしまうくらい軽かった、ということである。パップの実戦配備は、ピーク時でも、海軍航空隊の4個飛行隊と、陸軍航空隊の3個飛行隊に留まった。1917年春には、 ドイツの最新型戦闘機に優位を奪われており、海軍航空隊はパップをまずソッピーストライブレーンに、そしてソッピースキャメルに交代させた。一方陸軍のパップ飛行隊は、損害の増加にもかかわらず、戦い続け、最後のパップがキャメルと交代して、最前線から退いたのは1917年秋になってのことだった。もっともパップが引退したわけではなく、戦争の残りの期間、 第二戦的な手術の任務に使われ続けた。1917年中頃の豪タ爆撃機によるロンドン空襲は初期の飛行船の空襲よりはるかに多くの損害と犠牲を強いた。イギリスの防空部隊がこれに有効に対応できなかったことによって大きな政治的な波紋が起きた。これに対応して第66飛行隊が短期間カレーに交代し、また第46飛行隊が 数週間ロンドン近郊のサットンズファーム飛行場へ移された。さらに本土防衛を任務とする2つの新しいパップ船体が編成された。本土防空用のパップの多くは性能向上のために強力な100馬力グノームモノスーパープエンジンを装備していた。これらの機体はカウリング前面の穴が追加されていることで識別することができる。 パップはまた早々期の空母の運用試験にも多く使用された。1917年8月2日、エドウィン・ダニング飛行隊長の操縦によるパップは行動中の艦に着艦した最初の飛行機となったが、ダニングは3度目の着艦の際に艦の横に落ちて死亡した。パップの空母での運用は1917年早くに開始されたが、最初の機体は標準的な車輪の代わりに、 胴体下にソリを装着していた。後に着艦の際に甲板上のワイヤーで飛行機を引っ掛けるシステムが実用化され、着艦装置は通常の車輪に戻された。パップは3隻の航空母艦で環状戦闘機として運用された。巡洋艦や戦艦に配備されたものもあり、その場合は砲塔上のプラットフォームから発信した。 1917年8月21日、巡洋艦ヤーマスから発信したパップは、デンマーク沖でドイツのツェッペリン飛行船 L23 を撃墜した。アメリカ海軍もパップを導入し、著名なオーストラリア、イギリスのテストパイロット、エドガー・パーシュバルによって、艦上戦闘機の運用を研究した。1926年、 パーシバルはグアンタナモアン城の戦艦アイダホからパップによるカタパルト発進を行った。日本では1917年に山下汽船の社長であった山下亀三郎が航空兵力増強に用いることを条件に陸海軍に50万円ずつ寄付したことをきっかけに両軍に導入された。日本でのパップの正式名称は組織3型で 陸軍は1919 19年に50機、海軍は導入した複数の新鋭機の一種として、パップを購入した。陸軍では主力戦闘機とはならなかったが、シベリア出兵においては、ウラジオストクに派遣されたほか、1921年5月2日には、川・井田義正中尉によって、飛行時間2時間8分の間に連続宙返り456回の世界記録が樹立された。 一方の海軍は、関西戦闘機としての運用を計画し、1920年6月22日に、桑原虎尾隊員が、全速航行中の水上規模艦若宮の艦首に、設けられた、滑走台からの離陸に成功。さらに戦艦山城の2番手砲登場に設けられた、滑走台からの離陸にも成功。その後、伊勢、布装などの主力戦艦の砲塔に滑走台と、 パップが搭載されて運用された。パップは優秀な高等練習機として、対戦の残りの期間及び戦後にかけて使用された。もっとも実際には、多くのパップ、練習機は、上級将校の個人用乗用機として確保されていた。ソッピースアドミラルティタイプ9901最初は、アドミラルティ型と呼ばれた。ソッピースパップ炭座戦闘、偵察機ソッピースダブ複座民艦機。 10機の未製作。オルコックスカウト破損したパップの残存部品を一部に使用して製作された飛行機。イギリス、アメリカが修国、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、王国、日本、ロシア、帝国、ソッピース、パップにはいくつかの飛行可能なものを含むレプリカが存在する。ソッピースダブの1機は1930年代にシャトルワーストラストによってパップ仕様に改造され、今日でも飛行している。 飛行可能な複製として著名なのはコール・パレンの設立したオールドラインバックエアロドロームの共同出資者の一人であるリチャード・キングによって1960年代後期に作られたものでありアメリカのメイン州ロックランドにあるアウルズヘッド交通博物館に現在も飛べる状態で保管されているそのエンジンは 第一次世界大戦当時のオリジナルの都市白物の80馬リキルローヌで、開館記念日などの特別なイベント飛行している。現在、1973年になって発見されたオリジナルのパップの復元が進められており、2010年末には飛行する予定とされている。これはおそらくオリジナルのパップの唯一の生き残りである。ソッピースパップ出展 ブリティッシュネーバルエアクラフトシンス1912初現性ノーブソーソプウィスパップアーカイブド2008年10月10日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンロイヤル・ウェア・フォース・ミュージアムリリーブド18オーガスト2008ブルース1954 PQ AB ソップウィスパップハット WW1 モデラ S リスト AB ブルース1954 P10 ブルース1954 p11 セット報道1978 pp301 から303ありがとうございます。